ちょっと今回はね、ネギ塩だれを皆さんにお勧めしたいですね。使うお肉は何でもいいんで。うまっ。さあ今回もババッとババご飯をご視聴いただきありがとうございます。今回は こちらです。ネギ塩豚丼を作りたいと思います。このネギ塩だれが結構万能なのでいろんな料理に使えるんですけれども、今回は豚丼に使いたいと思います。変な髪型しましたね。今日と今回は、混ざったんですね。今回ババッとババご飯ネギ塩豚丼、材料はこちら。豚バラスライス肉 100g、 ご飯 250g、 卵黄1個、にんにく 10g、 生姜 10g、 汁だし大さじ2、長ネギみじん切り1本分、塩小さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、いりごま大さじ1、黒胡椒小さじ1/2、ごま油大さじ1。まず豚肉を漬け込みますんで、最初にニンニクをすりおろします。ちょっと皆さんのいろいろコメントにいただいたアルミホイルを敷くと取れやすいというのを今回やってみたいと思います。初めてやります。すりおろしのところにこれでいいんですよね。いいのかな、これで。でもいけてる。すごい。ほんでこれでピッと取ればいいわけですね。おお、素晴らしい。いい情報いただきました。じゃあこちらのニンニクを、素晴らしい。生姜もすりおろします。生姜はよく洗って皮ごとすりおろします。じゃあこれは豚肉の漬け汁に使います。にんにくすりおろしと生姜汁、あとは白だしですね。でこちらにお肉をつけたいと思います。今回は豚バラ肉を使います。炒め物用ですかね。スライスで、一口サイズに切っていきます。でこちらの漬けだれに揉み込んで味をつけておきます。下味をね。でここで一枚一枚ある程度剥がしておくと炒めるときにダマになりづらいので、ちょっと肉に水分が加わると一枚一枚剥がれやすいので、でこれでちょっと置いておきます。そうしましたらネギ塩だれを作りましょうかね。長ネギを使います。小ネギよりも長ネギがおすすめですね。これはタレには、ネギの種類が違うじゃないですか。小ネギはタレにするとすごくペチャっとなって、長ネギはシャキシャキしたまんまじゃないですか。長ネギは食感残るので、で蛇腹切りしてもいいんですけども、ちょっとなかなか難しいと思うので、こういうふうに縦に半分に切ってからもう一回ですね。こういうふうに切ってから切っていきます。ネギはある程度大きさあってもタレにするときにちょっと揉み込むのでしんなりするので多少大きくても大丈夫です。はい、こんな感じにネギが切れました。でこちらのボウルにネギを入れます。結構これ大量に作っておいても使えますんで、よし、ネギを切りましたね。まずはでここにお塩、小さじ1/2ぐらいですかね。
入れて揉みます。でちょっとネギを揉んであげるとしんなりするので、はい、これでちょっと放置しますね。であとは生姜、これはまあちょっと皮むきましょうかね。包丁のね背を使って剥くと身もあんま削らずにね剥けますんで。で生姜を切っていきます。みじん切りですね。これはタレに入れる生姜はすりおろしたりするよりこうみじん切りの方が噛んだ時に香りがパッと香るので、なるべく刻んだものを入れた方が僕はおすすめですね。冷ややっことかにはすりおろした生姜が合うじゃないですか。でもこのタレには刻んだ生姜の方が合う気がします。僕は細かめのみじん切りにしました。でここに鶏ガラ粉末スープ入れます。小さじ2分の1ぐらいですね。でここに煎りごまと黒胡椒、結構たっぷりめに僕は入れちゃいますいつも。はい、で混ぜてからごま油ですね。これも焼いた鶏肉とかにかけても美味しいですし、シンプルに熱々のご飯にこれを混ぜても美味しいです。まあこれちょっと作って置いとくとネギの辛みも飛ぶので、作って何日か使いますんでね、タッパーとかに大量に作って置いとくといいと思います。で仕上げにごま油ですね。もう間違いないでしょこれ。はい、これはもうネギ塩だれ作っときゃもう間違いないです。はい、じゃあこんな感じでネギ塩だれ完成しました。もういい匂い作ってるそばから。じゃあ中火ぐらいに火をつけてもらって、豚バラ肉なので油しかなくても炒められますんで、じゃあこれを入れます。もう結構だしも吸い込んでるということは豚肉にも味がついてるということですね。いいですね、白だしとニンニクの香りがして、もうこれだけでも美味しそうですけど、ネギ塩だれがねかかるとより一層美味しいと思うんで、いいですかね、お肉は焼けましたね。ではご飯を盛り付けましょう。久々のマーナ、くっつかないしゃもじですね。マーナを使います。じゃあここにお肉を乗せます。たっぷりと豪快にいきましょう。でここにネギ塩だれをたっぷりといきましょうかね。どんと乗せて、で最後にはい、こちらでネギ塩豚丼完成しました。それではいただきます。じゃあ卵黄をちょっと割らせていただきましょうかね。いいですね。じゃあネギ塩豚丼いただきます。うまっ。このネギのシャキシャキしたタレと最高に合いますね。生姜のみじん切りも効いてますね。この噛む時にふわっと香る。ちょっと今回はね豚丼でしたけど、ネギ塩だれを皆さんにちょっとおすすめしたいですね。鶏もも肉でもいいですし、使うお肉は何でもいいんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。というわけで、いいねと思ったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。以上、ババッとババご飯でした。